クラブツーリズム。それではですね、早速ですけれども、時間になりましたので、始めていきたいと思います。で、世界遺産面白講座、南米大陸編ということでやっていきたいと思います。はで、最初にですね、簡単に私の自己紹介させていただきます。で、私、世界遺産アカデミー認定講師の鈴木香の子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私はですね、もともと学生時代からすごいバックパックの旅行が好きでして、で、一人でいろんなところにね、まあ、インドとかタイとかトルコとかですね、いろんなところに旅行していました。で、その後にですね、IT 系の会社で10年ほど勤めた後に、会社を辞めてですね、夫と一緒にですね、会社を辞めて、4年間の世界遺産を巡る世界一周の旅に行っていたことがあります。で、そんなこんなでですね、世界82カ国を行ったことがありまして、世界遺産は558件を回ったことがあります。で、帰国後にですね、世界遺産検定を取りまして、現在はマイスターという資格を持っていまして、認定講師として、こういった講座でお話をさせていただいたりとか、あとは、非常勤講師としてね、大学でお話しさせてもらったり、また本をね、ちょっと出版したりとか、あと、ラジオをですね、NHK のラジオ第一の朝の番組で、毎朝という番組があるんですけれども、そこで月に1回ですね、世界遺産のご紹介をしたりしております。で、こちらがですね、その4年間の旅のルートでございまして、2008年から2012年までですね、もう気づけば随分昔のことになったなって感じなんですけれども、まあ、4年間ですね。1回だけ友達の結婚式やって帰ってきたんですけれども、まあ、ほとんど行きっぱなしで、日本を出て西回りですね。まあ、基本的には西回りで、旅をしておりました。で、南米というところではね、2011年、まあ、一番最後になるんですけれども、2011年の3月から2012年の1月ですね、ぐらいまで回っていまして、南米の世界遺産がですね、まあ、現在80件ぐらいあるんですけれども、まあ、そのうち55件ですね。やはり南米って、もう本当に有名な観光地はほぼほぼね、世界遺産になっているっていうこともありまして、まあ、だいぶね、多くの世界遺産を回ってきました。はい。ということで、本日お話しする内容、こんな感じになっておりまして、最初にですね、まあ、世界遺産とはね、一体どういうものなのか、ということについて、簡単にご紹介させていただきます。で、次はですね、南米大陸の世界遺産、何件か有名なものなどをピックアップしてご案内させてもらいます。で、最後にですね、世界遺産検定ですね。先ほどからね、パンフレットとかお配りして皆さんにね、ご覧いただいているかと思うんですけれども、最後に世界遺産検定のご案内もしていきます。まあ、全体を通じてですね、世界遺産を学んで、皆様の旅をね、もっと楽しくしていただけると嬉しいなということでお話をさせていただきます。で、皆様にですね、お配りした資料が3つあるかと思う、3部あるかと思うんですけれども、検定のチラシですね。チラシと、あとパンフレットと、あと、ま、本日の内容ですね。簡単にまとめた本日の内容と3つあるかと思います。もしね、足りない方いらっしゃいましたら、ちょっと、スタッフの方にお申し付けくださいませ。はい。それではですね、最初に、まず世界遺産とは一体何なのかということからお話ししていきたいと思います。世界遺産は何件あるのか。まずそこからちょっとね、簡単にクイズを出してみたいと思うんですけれども、もう皆さんね、すでに、ご存知の方も多いかと思いますし、ちょっと私もポロッと今までヒントを言ってしまっているので、もうお分かりになってしまったかもしれないんですけれども、ちょっとこれね、皆さんにクイズでお伺いしてみようかなと思います。世界遺産は何件あるのか。60件か、558件か、1199件か。ちょっとね、お手を挙げていただければと思います。では、1番の60件だと思われる方。いらっしゃらないですね。じゃあ、2番の558件だと思われる方。はい、ありがとうございます。じゃあ、3番の1199件だと思われる方。はい、ありがとうございます。正解をね、見てみたいと思うんですけれども。正解、1199件。かなりね、多くの方が正解されております。ありがとうございます。どうですかね ?1199 っていうと、結構多いなって感じしませんか?現在ね、まあ、去年のね、夏に世界遺産また増えたんですけれども、で、今後もね、また増えていくんですけれども、まあ、もう、間もなく1200件になろうとしているんですが、そのぐらいの世界遺産がございます。
で、世界遺産はですね、3つ種類があります。文化遺産と自然遺産と複合遺産の3つ種類があります。まあ、文化遺産とね、自然遺産は大体お分かりになると思うんですけれども、まあ、複合遺産ってね、何かと言いますと、まあ、複合遺産っていうのは文化の価値と自然の価値と両方を持つものです。例えばね、今ご覧いただいているこちらのマチュピチュなんかはですね、まあ、インカ帝国が作った、都市遺跡ですよね。まあ、そういった文化的な価値もあるし、で、加えてですね、ここは実際に行ってみると非常にわかるんですけど、手つかずの自然がね、残されているんですよね。で、貴重な動物なんかもたくさん住んでおります。まあ、そういった自然の価値もありますよと。まあ、そういったものに関しては、文化と自然両方の価値があるよということで、複合遺産というものになります。でね、割合をちょっと見てほしいんですけど、文化遺産がね、やっぱり一番多くて、まあ8割、9割ぐらいで。で、自然遺産が、まあ、2割ぐらいで。まあ複合遺産が一番少ないですよね。まあこんな感じの分類になっております。まあちょっとね、これ、じゃあ文化遺産が一番多いんだな、みたいなことをちょっと頭に入れて、ちょっと簡単なまたクイズをね、やってみたいと思うんですけれども、世界遺産が一番多い国ってどこだと思いますか？ありがとうございます。正解でございます。じゃん。大正解でございます。皆さん拍手お願いします。素晴らしい。ありがとうございます。まさに正解でございまして、世界遺産一番多い国は、イタリアの59県でございます。で、2番目が中国で57県。3位がドイツで52県となっております。まあやっぱりね、その文化遺産が多いっていうことで、その歴史がね、ある国、歴史的な建造物が多い国というのがね、非常に世界遺産多くなっております。じゃあこれを踏まえて、南米大陸で世界遺産が一番多い国はどこだと思いますか？誰かもしいらっしゃれば。まあなんとなくね、皆さんいろいろ頭に浮かんでる国あると思うんですけれども、ちょっと出してみますと。じゃん。こんな感じですね。ブラジルですね。やっぱりまあ国土一番広いっていうこともありますけれども、ブラジルが一番多くて23県となっております。まあこれはね、世界で13位ですので、まあブラジルはやっぱりそこそこ世界遺産多い方の国でございます。で、ペルーが、ついでペルー、マチュピチュ要するペルーが13県で、これはね、世界では24位ですね。で、3番目がアルゼンチン。まあ、パタゴニアのね、この氷河のドスグラシアレスが今出ていますけれども、まあ、こういった自然、素晴らしい自然遺産なんかが残るアルゼンチンが12位でとなっております。で、まあ、件数のね、が続いたんですけれども、まあ、ちなみに日本の、ね、世界遺産の件数は何件か。日本はですね、現在25件となっております。文化遺産が20件。自然遺産が5件、合計25件で、まあ、これは世界で11位となります。まあ、そう考えるとね、日本は国土はそこまで広くないんだけれども、結構世界遺産はね、非常に多い国となっております。はい。で、まあ、今までね、ちょっと件数のお話をしてきたんですけれども、まあ、そういえば世界遺産って一体何だっけ？っていうことをちょっと簡単にね、ご紹介したいと思います。世界遺産とは、顕著な普遍的価値を持つ建造物、遺跡、景観、自然など、まあ、それが世界遺産ですよ、と書いてあります。で、もう少しね、ちょっと説明していきますと、まあ、あんまりね、顕著な普遍的価値って普段使わないと思うんですけれども、まあ、顕著な普遍的価値っていうのは、もう、世界中の誰が見てもね、昔の人が見ても、千年後の人が見ても、誰が見ても、これは唯一無二であると、そんな価値のこと。で、それを顕著な普遍的価値というふうに言います。まあ、そんな価値を持つ建造物、遺跡、景観、自然など、まあ、つまり不動産ですよね。まあ、こういったものを世界遺産というふうにしています。で、そういった素晴らしいものはね、ちゃんと次世代、私たちの子供の世代、孫の世代、ずっと先々までちゃんと伝えていきたいよね、ということで、こういった素晴らしいものをですね、世界遺産条約という国際的な取り決めに基づいて、で、世界遺産リスト。まあ、これ一覧表なんですけれども、実はユネスコのサイトに行くとですね、ちゃんと世界遺産リストっていうのが載ってまして、そこに1199件ね、ずらずらっていうふうに書いてあります。で、その一覧表に名前を載せて、国際的にね、みんなで力を合わせて守っていきましょうというもの。まあ、それが世界遺産です。
今ご覧いただいているこのマチュピチュですね。このマチュピチュも不動産で、これそのものももちろん世界遺産なんだけれども、まあこういった素晴らしいものを守っていく、まあユネスコがやっている活動ですね。まあそういったものが世界遺産と言えるということになります。でですね、今ちょっとユネスコのね、お話ししてしまったんですけれども、まあ簡単にね、そういえばユネスコってどんな団体だっけっていうことをちょっと説明したいと思います。ユネスコはですね、正式名称を国際連合教育科学文化機関と言います。これは第二次世界大戦が終わった次の年ですね、に設立された国際機関でございまして、まあ、この時代っていうのはね、もう、第二次世界大戦終わってみんなが大変な思いをしましたよね。で、やっぱり勝った国も負けた国も平和な世界を作っていきたいと思っていた時代なんですよね。で、世界をですね、教育、科学、文化という方面から平和にしていくことを目的として設立された国際機関というのがユネスコです。ユネスコ憲章の前文に非常に有名な言葉があります。戦争は人の心の中に生まれるものだから、人の心の中にこそ平和の砦を築かなければならないと。まあ、一人一人がですね、心の中にちゃんと平和の砦を築いて、憎しみとかね、お互いのことを知らないかがゆえに出てくるような誤解とかね、そういったものを外に出さないようにして、みんなで多様性を認め合って平和な社会を作っていきましょうと。まあ、そういうふうにユネスコは謳っております。で、この世界遺産条約、世界遺産を保護する国際的な取り決めである世界遺産条約は、平和の砦を掲げるユネスコにて採択されております。これ1972年ですね。で、この条約のですね、一番の特徴はですね、文化と自然を初めて一つの条約で保護するというのが非常に大きな特徴です。で、皆さん、このマーク、この丸と四角のマーク、これご覧になったことあります？大体ですね、世界遺産に行くと必ずこのマークが看板に書かれていたりとかね、あとパンフレットにあったりとか、あとすごいとこだと花でね、お花でブワーッと模様を作っていたりとかですね、しているんですけれども、このマーク、世界遺産エンブレムというもので、大体ですね、どこの世界遺産に行っても一応あるはずのものでございます。で、これがこの条約を非常によく表していまして、この丸がですね、自然を表していて、で、この四角が文化を表していて、まあ、これで一筆書きで書くということで、一つの条約で保護していますよということを表しているんですね。まあ、ぜひね、このエンブレム見つけたらね、お写真撮っていただきたいと思います。まあ、その際、文化と自然をね、一つの条約で保護しているのが特徴なんだな、なんてことも思い出していただけますと嬉しいです。まあ、世界遺産条約できる前っていうのは、自然に関するものは自然だけの条約。まあ、ラムサール条約とかですよね。で、文化に関するものは、まあ、ハーグ条約みたいに文化財を守る条約っていうふうに、まあ、別に考えていたんですよね。で、まあ、世界遺産条約は、別ではなくてね、まあ、そういった文化財とかの保護っていうのも、結局文化も自然も切り離せなくてね、一緒に考えないといけないよね、ということで、まあ、一つの条約で保護しようとしております。で、あとね、もう一個ね、非常にこれ検定なんかにもよく出るんですけれども、まあ、世界遺産ね、保護保全の義務責任はどこにあるか。まあ、これはですね、保有国にあります。から世界遺産になったからといって、ユネスコがね、お金を出してくれて、保護保全をしてくれるわけではなくてね、世界遺産になったら、ちゃんと自分の国で、きちんと責任を持って保護保全をしていく必要があると、そういうふうに条約は謳っております。はい。で、まあ、こんな感じで、世界遺産条約できたんですけれども、その条約採択の6年後ですね、1978年に世界で最初の世界遺産12件というのが誕生しております。まあ、それがですね、まあ、12件、ちょっと全部書いてないんですけれども、まあ、有名なものをいくつか挙げております。まあ、南米だと、南米のエクアドルにある、赤道直下のね、エクアドルにあるガラパゴス諸島なんかもね、世界で最初の世界遺産に入っております。まあ、こういった結構有名な、ね、重要なところなんかが最初に登録されております。はい。ちょっとね、ここまで世界遺産のね、お話ししてきたんですけれども、まあ、これが世界遺産の基礎というね、まあ、検定ですと、非常によく出るところなんで、もし受験される際はね、こういったことも思い出していただければと思います。はい。それではですね、続きまして、南米大陸の世界遺産。まあ、皆さんね、南米にご興味ある方多いと思いますので、いよいよ南米大陸の世界遺産見ていきたいと思います。
まずですね、今からちょっと動画をね、お流しするんですけれども、それはどこの世界遺産かなっていうのをちょっと、考えてみてください。すぐ分かっちゃうから、どうだろう。もうなんとなく分かりました。あ、もうみんな素晴らしいですね。ちょっと上から見るとね、意外と分かんないかなと思ったんですけども、大丈夫ですここが多分、ホテル、リゾートホテルですね。ここ多分、ツアーのホテル、ここにあるみたいですね。これですね、マチュピチュの後ろにあるワイナピチュという山の上から見たマチュピチュの動画でございます。まあ、結構ね、これ登るのは大変なところで、で、しかも全員が登れないですよね。結構厳しくて、7時から8時に100人、8時から9時に100人みたいな感じで厳格に決められているところで、なんか、事前にね、今だとネットで予約するみたいなんですけれども、それで登ったところです。これが上から見たマチュピチュの様子でございます。ここにね、ロッジが、わかりますかね。多分、ツアーだとね、ここの、マチュピチュのね、近くに泊まれるホテル、多分ね、唯一ここだけなんですよ。私が知ってる限りでは。ここに泊まると、もう朝のマチュピチュとかね、夕方のマチュピチュとかも楽しめて、多分こちらのツアーなんかだと、きっと、そこにホテルに泊まるようになってると思うんですよ。で、そうじゃないとですね、実は、しかも、麓の方に、村がありまして、そこの村までバスで30分くらいなんですけど、そこまですごい険しい揺れるバス道をね、通っていかなきゃいけないんですよね。まあ、ここを泊まれるツアーね、いいと思います。はい。ということでですね、最初にご紹介する世界遺産は、南米ペルーにあるマチュピチュをご紹介したいと思います。いや、いいですよね。先ほどお見せしたのは、このマチュピチュの後ろに山あります。あの山に登って上から見たマチュピチュを先ほどね、お見せした動画でございます。こちらはもう皆さんね、ご存知で改めて説明するまでもないかと思うんですけれども、インカ帝国、もともとこちらの方に住んでいたインカ族の人たちが作ったインカ帝国の都市遺跡です。まあ、マチュピチュ自体がね、これがまあ2430メートルで、ワイナピチュが2693メートルか。だから結構標高高いんですけど、でもまあ富士山よりは低いかなっていう感じですかね。うん。まあ、高山病とかは、どうすと、そうかな。そこまでは出ない感じでしたけど、多分、そうですね。もっとく、あの、どうでしたっけ？ボリビアとかのがね、高山病きつい感じがね、しましたね。で、先ほどご覧いただいた通り、非常に自然がね、豊かなところでございます。まあそういったわけで、手つかずの自然が残っていたりとかね。で、あるいはメガネグマとか、ペルーの国鳥のアンデスイワドリなんかが住んでいることから、こちら自然の価値もあり、先ほどご説明した複合遺産として登録されております。これですね、これが先ほどの山に登っているところですね。まあ、こんな感じですかね。まあ石でできた山道をね、ずっと登っていく感じでございます。で、リャマがね、私が行った頃はリャマがね、こうやって離されていて、ちょうどうまい具合にね、写真が撮れるようにいたんですけど、ちょっと今はね、どうなってるのかわかりません。はい、ちょっとね、ここで世界遺産のクイズをね、出したいと思います。マチュピチュはですね、実は結構謎多き遺跡でございまして、気づかれた目的がね、はっきり分かっていないんですよね。まあ、その理由とは何でしょうか？というのをちょっとクイズでね、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか？ちょっとこちらもね、お手を挙げていただければと思うんですけれども、じゃあ1番のスペイン人が遺跡発掘を隠したからだと思われるか。まあ、南米ペルーね、スペインの植民地でございましたよね。これいらっしゃらないですね。じゃあ2番目の文字を持たない文明だったと思われる方。はい。ありがとうございます。じゃあ3番目の地震により主要な遺跡が崩壊しただと思われる方。いらっしゃらないですね。正解はですね。皆さん正解でして、2番の文字を持たない文明だったでございます。皆さん先ほどからね、全問正解でございます。素晴らしいでございます。で、これちょっと見ていきますと、まあ、なんとですね、文字の代わりにこういうね、紐をね、使っていたんですって。まあ、これもすごいなと思ったんですけど、これね、博物館かなんかにあるものなんですけれども、この紐の結び目、この結び目の数で、例えば去年、植えたトウモロコシの量とかね、まあ、水の量とか、そういうものを全部管理していたそうなんですね。
なんか文字よりもね、なんでしょうね、数学的なセンスというかね、必要で難しい、なんか頭いいなっていう感じがするんですけれども、まあ、そういった数字の管理はね、まあ、キープでしていたんですけれども、まあ、細かい、誰がこういう、ところを収めていてとか、そういった記録はあまり残っていないんですよね。まあ、文字の代わりにこういったものを使っておりました。はい。でですね、マチュピチュ中に入ってみるとね、非常にその高い文明というのが伺えまして、まあ一つは、これ、インティワタナっていうものなんですけれども、これ、花崗岩で作られた、ものすごい大きなね、岩から作られた、まあ、いわゆる日時計ですね。今はこうやってなんかパワーがありますよみたいな感じで、みんなでこうやって写真を撮るのがなんか流行ってるみたいなんですけど、まあパワースポット的な感じですかね。で、みんな写真撮ってるんですけれども、まあ、どうやら太陽崇拝なんかをね、行っていたのではないかというのが伺える施設です。で、またですね、遺跡の中見てみると、非常にね、この灌漑施設というのが大変整っております。まあ、なかなかね、水が多いところではなかったと思うんですけれども、まあ、こうやって灌漑施設を使って、まあ、トウモロコシとかジャガイモとかね、そういったものを作っていたというね、まあ、非常に高い文明というのが伺えるところでございます。はい。それではですね、続きまして、今度、次の世界遺産をね、ご案内したいと思うんですけれども、次はですね、南米のエクアドルからガラパゴス諸島をご紹介したいと思います。非常にね、私も思い出深いところ、世界遺産の一つではあるんですけれども、まあ、エクアドルとは言ってるんですけども、結構エクアドルからも遠くてですね、まあ、エクアドルからの本土ですね。本土からだいたい1000キロぐらいありますので、まあ飛行機で、どのぐらいかな？飛行機で、3、4時間ぐらいですかね。乗っていくことになります。はい。ガラパゴス諸島。ここは、その島によってね、独自に進化した生態系というのが非常に大きな特徴です。まあ皆さんね、よくご存知だと思うんですけど、チャールズ・ダーウィン。イギリスの博物学者のチャールズ・ダーウィンが、まあ、ここの島を訪れて、で、進化論のアイデアを得て、種の起源を書いたということでも知られているところです。まあ、先ほどお話した通りね、1978年に、登録された世界で最初の世界遺産のね、一つでもございます。で、一時ですね、実はちょっとまた後ほどご説明するんですけれども、まあ、危機遺産に、ね、なっていたこともございます。まあ、本当ね、島によって可愛らしいこういう動物が住んでいてね、非常に見応えのあるところです。で、進化論のね、お話なんですけれども、ダーウィン・フィンチってね、皆さん聞いたことありますでしょうか？まあ、ガラパゴス諸島はですね、この諸島という名前の通り、一つだけ島があるのではなくて、もうたくさんね、いっぱい島があるんですね。で、その島をそのダーウィンがやってきて回ったんですけれども、まあ、同じような種類の鳥でも、その住む島によってね、まあ、ちょっとずつ違うっていうことに気づいたんですよね。まあ、こんな感じ。例えば、ある島にいる鳥は、こうやって、くちばしがね、太い。で、ある島にいる、鳥はですね、こういうくちばしが細いとかですね。まあ、そういうふうにことに気づいたんですね。で、よくよく見てみると、例えばこの一番のくちばしが太い、鳥はですね、がいる島を見てみると、まあ、餌が好みとかね、まあ、そういう、太いくちばしで噛み砕かないと食べられないような餌があったりすると。で、4番目の、こういう細いね、くちばしが細い島、細い、鳥がいる島に行ってみると、餌をね、なんだろう、木の、幹に隠れている虫とかね、そういったものを食べていると。まあ、そうすると、その虫を取るためにこうやってくちばし細くないといけないですよね。これ、もともとは同じ種類なんだけれども、その住む島の環境によって、まあ、少しずつ進化していってるとね、まあ、これが彼が進化論を、得るヒントになったと言われております。で、これ、フィンチ、鳥だけではなくてね、このガラパゴスゾウが、ここ見えましたね。ちょっと暗いんですけど、ゾウガメがいるんですけれども、これ、ロンサムジョージというね、非常に有名な、ガラパゴスゾウガメで、何歳だっけな？ 200 歳とか、ものすごい年で、もう、つい最近死んじゃった、ゾウガメなんですけれども、例えばゾウガメなんかもね、同じことが言えまして、まあ、ある島にいるゾウガメは、上の方の餌を食べるから、こうやって甲羅が、こういうふうにね、ちょっと反り返っていると。でもある島は下の方にある餌を食べるから、それに適した形に甲羅がなっていたりとかね。まあ住む島によってちょっとずつ進化しているんですよね。
はい。まあ、そんなね、ガラパゴス諸島、非常に面白いんですけれども、やっぱり特徴はですね、行ってみると、島によってですね、その住んでいる、見られる動物が違うんですよね。まあ、なので、一つの島だけに行って観光するのではなくて、まあ、いろんな島をですね、こうやってクルーズで回りながら、観光していくっていうのスタイルになります。で、これはですね、ちょっとお見せするのも、恥ずかしいぐらいで、私が乗った時の、当時はバックパッカーだったんでね、すごいちっちゃい船に乗ってですね、乗った時のお部屋の写真でして、まあ、わかりますかね、これ。部屋に入ると、本当に、ここにバックパッカーって寝る、うちの夫と私のベッドがあると、もういっぱいみたいなお部屋なんですけれども、もうね、何人ぐらいだったかな。7、8人、10人ぐらいかな、乗れる船で。もうみんなあまりに部屋が狭いので、電気ですね。外でいつもくつろいでいたんですけれども、まあ、こんな船に乗って回ったりしました。多分ね、こちらのツアーときっと大きな、ちゃんとクルーズ船とかに乗ってね。で、島に行くときは小さい船に乗り換えて近づくみんな、みたいなスタイルになると思うので、その方がね、全然乗りやすいと思います。で、非常にですね、いろんな動物見ることができまして、こちらは軍艦鳥とね、いう鳥でございます。で、こういうふうにね、この喉ですね、喉の部分をふくっと膨らませるんですけれども、まあ、これは、この子はオスなんですね。オスがメスに求愛行動をするときに、このようにぷくっとね、膨らませる、非常にね、美しい、鳥でございます。で、またですね、こちらは、アオアシカツオドリと呼ばれる、鳥でして、足がね、すごい、青いのわかりますか？すごい真っ青な、なんでしょう、トルコのターコイズブルーみたいなね、すごい綺麗な色なんですけれども、可愛らしい鳥でございます。このね、動画が、あるんで見えるかな？これがね、アオアシカツオドリの動画なんですけれども、音聞こえます？まあ、このピシャーって言って広げますよね。これが、この子もオスで、オスがメスに対して求愛をしているとこですね。羽を広げて。これですね。うん、これが求愛をしているところでございます。で、このアオアシカツオドリはですね、まあ、このように足が、青いのが特徴なんですけれども、青ければ青いほどね、このオスはメスにモテるそうでございます。まあ、なんでかっていうとね、このアオアシカツオドリって背びれの青い魚をね、こうやって海にバシャーって入っていて取って食べるんですけれども、足が青いっていうことは、まあ、たくさんですね、魚、青魚を取ることができるんだよ。まあ、つまり餌をたくさん取れるんだよってことをアピールすることができると。まあ、そのために足がね、青ければ青いほどメスから人気があるそうでございます。はい、ということで、他にもね、これはガラタゴスアシカですね。アシカの写真でして、まあ、私がね、行ったのがもう15、6年前のことなので、ちょっと今の状況わからないんですけれども、まあ、当時はね、触らなければね、近くに寄ってもいいですよっていうことで、結構ね、こんな近くまで寄ったりできたんですよね。まあ、写真を撮る分にはね、このぐらい近寄ってもいいですよっていう感じでございました。なんかこのアシカちゃんたちもですね、あまり人間に慣れてないので、あまり人が寄っても怖がらないんだそうでございます。まあ、ということで、比較的近寄っても、その頃は大丈夫でした。まあ、こんな感じですね。これもかなり近づいていますよね。本当にね、可愛らしくて。まあ、こんなアシカが、もう今4匹しかいないですけども、ブワーっとね、その砂浜上中にバーっといる感じでして、もう本当にね、その圧巻ね、これだけ、まあ、これほどまでにね、動物が見られるところは、やっぱりガラパゴス、すごいなっていうふうに思った記憶がございます。で、こちらはイグアナですね。これツアーのメンバーの写真を勝手に持ってきちゃったんですけれども、これイグアナがね、映っております。後ろにあるサボテンが見えますかね？ちょっとトゲトゲした。南米っぽいサボテンなんですけれども、まあ、イグアナはああいったサボテンなんかをね、食べて暮らしております。はい。でですね、ちょっとここでクイズをね、しようかなと思うんですけれども、こちら、エクアドルのガラパゴス諸島はですね、実はですね、昔、危機遺産に、ね、なっていたことがあるんですね。なんで危機遺産になっていたのか、というのをちょっとクイズで聞いてみたいと思います。まあ、危機遺産っていうのはね、まあ、世界遺産っていうのは先ほど顕著な普遍的価値を持つものだよってお話ししたんですけれども、まあ、その唯一無二の価値がなくなってしまうような重大な危機に瀕してしまった世界遺産っていうのは危機遺産というものになるんですね。まあ、そういう、なんでそんな危機的な状況になったのかっていうのをちょっとね、クイズでお伺いしたいと思います。は
はい。ではね、ちょっとこれもお手を挙げていただきたいんですけれども、じゃあ、1番のですね、外来種が生態系を脅かした、だと思われる方。はい。ありがとうございます。じゃあ、2番の、温暖化により島の大半が水没した、だと思われる方。いらっしゃらないですね。じゃあ、3番の、紛争が起こり、自然管理が不十分になった、だと思われる方。はい、ありがとうございます。1番がね、一番多くて、3番もね、ちょっと、2、3割ね、いらっしゃいましたね。では、正解を見てみたいと思うんですけれども、正解は、1番の外来種が生態系を脅かしたでございます。まあ、このね、ガラパゴス諸島が世界遺産になったことによってですね、まあ、たくさんの人がエクアドルの本土から移住してきたんですよね。やはり観光業に就きたいという方が増えまして、たくさんやってきましたよと。で、その時に人間だけじゃなくて、家畜もね、一緒に連れてきたんですよね。ヤギとか、今ここにあるようなヤギとか豚とかね、あと猫ですよね。猫も結構問題になるんですけれども、まあ、そういった動物を持ってきちゃったんですよね。で、それによって、ヤギが野生化してしまって、植物をもう食べ尽くしちゃって、まあそうすると元からいたガラパゴスゾウガメが食べるものがなくなってしまったりとかですね。で、あるいは豚がこのゾウガメの卵を食べてしまったりとかですね。まあそういったいろんな問題が起きてしまって、まあ生態系がちょっと壊れかけてしまったんですね。まあその後ですね、ガラパゴスについては、エクアドル政府が環境保全計画を立てまして、一応現在では危機遺産ではなくなっております。まあ、このように危機的な状況になったらね、まあ、その国ですね、保有国がきちんと計画を立てて危機的な状況を脱することが求められていきます。で、これですね、ちょっとまあ世界遺産のね、危機的な状況に面した時のこともちょっと説明してみますと、先ほどもね、ちょっとお話ししたんですけれども、世界遺産の価値をなくすような重大な危機に面してしまった場合。で、重大な危機っていうのはね、どんなことかと言いますと、まあ、自然災害。まあこれ地震とかね、そういったものを含まれますよね。あるいは武力紛争や、内戦とかもね、あるとこありますし、また最近多いのが、まあ都市観光開発ですね。まあここも非常にね、難しい問題でございます。で、また密漁だったりとか、あるいは盗難だったりね。まあそういった重大な危機に面してしまった世界遺産というのは、危機にさらされている世界遺産リスト。で、これはね、通称、危機遺産リストと呼ばれているものなんですけれども、ここにですね、名前を載せていくことになります。まあ、一旦その危機遺産になると、毎年ですね、モニタリングされていくんですよね。で、今の状況はどうなっているのかなっていうのがチェックされていきます。まあ、それによって、その国がちゃんと計画を立てて、危機的な状況を出したりとかですね、あるいは場合によっては世界遺産基金。まあ、例えば内戦中とかね、戦争中でちょっと世界、こういったものを保護するお金がないよっていう時には、世界遺産基金っていうお金がありまして、まあこれはですね、世界遺産条約を結んでいる国が出している分担金ですね。まあこういったお金を使って危機的な状況を出していくことが求められていきます。で、実はですね、ちょっとこれは南米ではないんですけれども、世界遺産って基本的には増えていくんですけれども、時々減ってしまうってパターンもあるんですよね。で、ちょっとそのについて簡単にご紹介したいと思います。まあ、危機的な状況から脱しない場合ですね。その場合減ってしまったパターンがありまして、まあ、一つがまあ、オマーンですね。中東のオマーンにあるアラビアオリックスの保護地区というところ。まあ、ここがですね、このアラビアオリックスというすごいかっこいい、角がね、すごいかっこいい動物がいるんですけれども、ユニコーンの、ね、モデルになったそうでございます。まあ、生物を保護するところをですね、オマーン政府が石油とか天然ガスの採掘をするということで、保護地区の9割を、ね、削減しちゃったんですよね。で、これによって、まあ、世界遺産リストから抹消、まあ、つまり世界遺産ではなくなってしまいました。で、あともう一つは、ドイツにあるドレスデン・エルベ渓谷というところですね。で、ここはですね、その中世の街並みと、その渓谷なんでね、その自然との、すごい美しいところだったんですけれども、まあ、住民が橋をね、架けたいと。まあ、橋があると、すごい便利なので、架けたいですよっていうふうに言ってきたんですよね。で、橋を架けたら世界遺産ではなくしますよっていうことを、その景観が悪くなってしまうので、世界遺産ではなくしますよってことをユネスコは言っていたんですけれども、まあ、結局住民投票がね、行われまして、
世界遺産であり続けて橋が、ない状態がいいか。それとも、もう世界遺産ではなくなっちゃうけれども、橋を架けるかっていうのを住民投票したんですけれども、結局やっぱりね、世界遺産じゃなくなっても橋を架けたいというね、意見が多かったということで、橋が架かりまして、こちらも世界遺産リストから抹消されてしまいました。で、あともう一個ですね。これはイギリスのリバプール解消都市。こちらは、ね、結構ご存知の方多いかと思うんですけれども、ここもですね、都市開発が、どんどん進んでいきまして、こちらも、港町のね、景観が悪くなってしまったということで、世界遺産リストから抹消されております。このようにですね、世界遺産はなることもね、もちろん大変なんですけれども、ちゃんと世界遺産であり続ける、保護保全をきちんとしてね、世界遺産であり続けるっていうこともね、非常に大変なことなのでございます。はい。ではですね、ちょっとまた南米の方に、話を戻しまして、続きまして、今度ブラジルのね、世界遺産をご案内したいと思います。はい。ブラジルからご紹介するのは、ブラジリア、首都にあるブラジリアでございます。ここはですね、まず場所を説明していいですかね。すごい内陸にあるんですよね。ブラジルというと皆さん、リオデジャネイロとかね、サンパウロとかその辺がご存知だと思うんですけれども、ブラジリアができたですね、1960年とかそのぐらいの頃っていうのは、もともと首都がリオデジャネイロにあったんですよね。で、この海沿いのところが非常に栄えていて、この内陸の部分っていうのはちょっと立ち遅れていた。つまり沿岸部と内陸でちょっと格差があったっていうことですよね。それで、そのままではいけないねっていうことで、このジュセリーノ首チェック、JK なんて言ったりするんですけれども、JK という大統領さんがですね、この人内陸の出身だったんですけれども、もう首都をね、もうブラジリア、内陸に作ってしまって、一から作ってしまってね、内陸も活性化させて、もうブラジルの新しい首都を作りましょうねということで、できたのがこのブラジリアなんですね。で、すごいのがね、なんと、4年ぐらいかな ?4 年間だけで一気にガーッとね、作ってしまったところでございます。で、ここをですね、設計した人というのが、オスカー・ニーマイヤーという人。これは非常に有名な方なので、皆さんもご存知かと思うんですけれども、オスカー・ニーマイヤーはですね、ニューヨークにある国連ビルの、設計なんかもした、非常に世界的にも有名な建築家でございます。彼がですね、作った非常に斬新なデザインの建物というのがね、あるというのが特徴です。この右側にあるの、あれがね、あれが博物館なんですよ。あれもう土星みたいなんですけれども、あちら、あれがね、博物館でございます。で、ブラジリアすごいのがですね、その一つ一つの建物もすごい斬新なんですけれど、もう、なんでしょう、もう建物の、街の設計そのものがね、もう非常に面白くなってまして、これが上から見た図なんですけれども、上から見ると、こうやって飛行機のね、形になってるんですよ。本当にね、何もないところに一から作っちゃったから、こういうね、ことができたんだろうなと思うんですけれども、上から見ると、こんな形になっています。で、またよくね、考えられてまして、飛行機の頭ですね。頭の部分は国会議事堂とか、あと大統領府とかですね、最高裁判所とか、その国のまさに中枢となる部分があって。で、羽の部分は、宿泊施設というか、こういった官舎で働く人が住むところですね、になっていたりとかね。で、この真ん中のまっすぐな部分は、テレビ塔があったりとかね、そういうものがあったりというふうに、もう街の設計そのものからね、考えられて作られているところでございます。で、これがね、建物いくつかちょっとご紹介しますと、三間広場っていうね、大きな広場がありまして、そこがね、一番見どころかなと思うんですけど、連邦議会議事堂、いわゆる日本で言うと国会議事堂ですよね。と、最高裁判所と、この大統領府とね、全部並んでおります。で、またね、面白いのが、こっち側ですね、こっち側の、連邦議会議事堂なんですけれども、お椀がね、こうやって下を向いたお椀があって、こういう箸みたいなのがあって、で、さらに右にこの上を向いたお椀みたいなものがありますよね。非常に斬新なデザインなんですけれども、これ、ね、ブラジルってね、上院と下院、日本でいうところの参議院、衆議院みたいなものがあるんですけれども、下院は、
国民の声を取り入れるから、法案が上を向いていて。で、上院はですね、国民の声をまとめるので、こうやってまとめる形になっているんですよね。まあそういうふうにその思いが、全部建物で具現化されているというね、素晴らしい建物になっています。で、この三権広場ね、こっち側にある、これですね、これは労働者の像と言われてまして、まあここ、なんと4年間でね、ものすごい人でバーッと作ったということで、まあそういった労働者に、敬意を表するということで、作られた。非常にこれも巨大なね、像でございます。で、あとね、本当素晴らしいのが、こういった、これが、教会なんですけども、ブラジリア大聖堂という教会でございます。ここもね、本当に素晴らしいデザインで、キリストの茨の冠ありますよね。まあ、あれをデザインして作られているんですよ。まあ、この辺、そう言われれば感じかと思うんですけれども。で、まあ、祈りの手、手をね、祈るところにも見えるから、祈りの手というふうにも言われております。で、中に入るとですね、また素晴らしくて、まあ、こういうふうにね、なんだろうか、ステンドグラスみたいになっているんですけれども、まあ、いろんな青のね、青でもグラデーションのついた、ちょっと鮮やかな青だったり、ターコイズブルーみたいな青だったりとかの光がバーッと差し込んできてですね、まるで海の中にいるようなね、まあ、そんな空間があります。ここ、教会だっけなっていうのが、唯一、天使がね、見えますかね？ここに飛んでいるのがね、こちらが天使が舞っているんですけれども、あ、それを見てね、あ、そういえばここは教会だったんだな、なんてね、そんな風に思うところでもございます。まあ、非常にね、ブラジリア、ちょっと観光するときにはね、飛行機なんかで行かないといけないんですけれども、ぜひちょっとブラジルを訪れたら足を伸ばしていただきたいところだと思います。はい。でですね、いろいろお話ししてきたんですけれども、世界遺産。今、1199件ですよってお話ししましたよね。で、実はもう間もなくですね、今年の7月にの後半にですね、インドのデリーで世界遺産委員会という国際的な会議が開かれます。で、世界遺産はですね、その世界遺産委員会で、話し合いをして最終決定して、そこで増えるというね、そういうプロセスをたどります。で、もう間もなくですね、1200件目の世界遺産が誕生しようとしているんですけれども、それがここじゃないかなというですね、私の予想をちょっとご紹介したいと思います。1200件目の世界遺産はですね、ブラジルのレンソイス・マラニャンセス国立公園というところ、ここではないかなと思います。これね、本当に美しいところで、私も実は行ってないんですけれども、ぜひ行きたいなというふうに思っているんですけれども、まず、レンソイスっていうのはね、これブラジルは公用語がポルトガル語なんですけれども、ポルトガル語でシーツを意味します。まあ、その言葉の通りですね。こういうふうに白い砂がですね、パーッと波打っている、まあ、そんな景観がね、見られるところでございます。で、このね、白いね、美しい砂は、なんでこんなにね、白いのかと言いますと、まあ、この砂というのはですね、石英と呼ばれるもの。まあ、石英っていうのは、この水晶ですね。まあ、水晶が、まあ、細かく砕かれて、まあ、連想してこのね、本当に、海沿いのところにあるんですけれども、この風が吹いてきたことによって、この石英が細かく砕かれて溜まったところっていうのが、このレンソイスの美しい砂浜になっているんです。で、ここがですね、さらに素晴らしいのが、雨季になるとですね、水たまりができるんですよね。水が溜まってきまして、それがまたね、非常に美しい景観になるんですけれども、で、これが青いんですよね。真っ青。ちょっとこの写真だと分かりづらいんですけれども、この水たまりがね、すごい青くなりまして。で、これはなんで青いのかというと、その石英の白いところにですね、その空の青が、空の青い色が全部当たって、真っ青になるんですよね。ですので、多分ね、小型飛行機とかで、セスナとかに乗ってみるとすごい綺麗だと思うんですけれども、まあ、パーッとこの白い砂があるところに水が溜まって、で、そこに青い光が当たってっていうのがね、とても綺麗な景観を楽しめることができます。
まあ、おそらくですね、世界遺産1200件目になるのは多分ここじゃないかなと言われていまして、まあ、というのも、キリ番ですね。いわゆるキリ番。まあ、1100件目の世界遺産なんかも、ボツワナのオカバンゴデルタとかですね。まあ、そういった比較的有名なものが結構キリ番を取ったりすることが多いので、まあ、今回1200件目の世界遺産もおそらく、レンソイスが取るのではないかなとね、まあ、世界遺産好きの人たちの中ではお話ししております。で、レンソイスですね、さらにすごいのが、ここはですね、世界遺産、サンルイスの歴史地区というね、まあ、こういった世界遺産が、あるんですけれども、ここはですね、まあ、ブラジルは昔ポルトガルの植民地だったんですけれども、まあ、そのポルトガル植民地時代の、まあ、コロニアルな街並みですね。まあ、こういうカラフルな、非常にね、美しい建物が並んでいるところがあるんですけれども、まあ、ここのサンルイスという街を必ず経由するんですね。まあ、絶対飛行機は、で、サンルイスの空港で降りて、そこからレンソイスまでだいたい4時間ぐらいなんですよ。行くことになりますので、必ずこちら訪れるかと思います。ですので、まあ、レンソイスに行くとね、このサンルイスも一緒に訪れることができますので、まあ、セットで訪れることができる楽しい世界遺産ではないかと思います。はい、ちょっとスライドをね、見せしたいと思うんですけど、ちょっと待ってね。はい、失礼いたしました。ちょっと次ね、チリのイースター島のお話をしたいと思います。こちらですね。はい、失礼いたしました。続きましてね、最後になりますけれども、チリのイースター島のお話をしたいと思います。イースター島、場所はですね、ここにありますけれども、本当にですね、絶海の孤島にあるところでして、まあ、南米のチリの本土とかからは、だいたい4000キロぐらいですかね。ものすごい離れています。だいたい飛行機で4、5時間ぐらいね、乗ったところにある島となります。で、もともとここにはね、どういった方々が住んでいるのかというと、まあ、ニュージーランドとかね、まあ、南東ポリネシアとか、その辺から、まあ、なんとカヌーにね、乗ってやってきた人たちが、まあ、移住してきた島だそうでございます。まあ、どのぐらい絶海の孤島かというとですね、アメリカの NASA がですね、ここに、まあ、イースター島の空港ってものすごいね、広いんですよね。まあ、観光地の割にはものすごい、立派な滑走路があるんですけれども、これなんでかっていうと、アメリカの NASA がね、スペースシャトルが不時着した時用にですね、お金を出してくれて、すごい立派な空港で作ってくれたそうなんですよね。まあ、そのぐらいに本当に絶海の孤島でございます。はい。で、ここですね。正式名称は、ラパニュイ国立公園というふうに言います。で、ラパニュイというのはですね、これは現地の言葉で、輝ける島というね、そういった言葉を意味します。で、よく言うイースター島、イースター島ってね、皆さん、私たちも言うんですけれども、まあ、これはですね、復活祭。キリスト教の復活祭の日に発見されたということで、イースター島というふうに呼ばれております。で、スペイン語では、まあ、チリって公用語がスペイン語なので、まあ、みんなスペイン語使ってるんですけれども、スペイン語ではイソラデパスクワというふうに言いまして、まあ、このパスクワというのはイースターを意味する言葉でございます。で、ご存知の通りね、たくさんのモアイ像など、たくさんね、並んでおります。まあ、モアイはですね、だいたい5メートルから7メートルぐらいで、やっぱ実際に見るとね、本当にとんでもない迫力でして、まあ、よくこれをね、まあ、クレーンとかない時代にね、運んだりしたなっていうのがね、本当に謎多き世界遺産でございます。で、ここはですね、モアイ製造工場と呼ばれている山ですね。まあ、このモアイっていうのは凝灰岩、まあ、柔らかいその火山灰とかからできた凝灰岩から作られているんですけれども、まあ、これがそのラノララクという山でして、まあ、ここに凝灰岩があるんです。で、ここの部分をですね、こうやって削っていって、後ろの方からね、徐々に削っていって、これわかりますかね？これ顔があって、ここにも作りかけのモアイがたくさんあるんですけれども、で、これをこうやって持ち上げて、で、何らかの形で歩かせたとかね、いろんな説があるんですけれども、この山から海沿いですね。まあ、モアイって全部海の方向いて立っているんですけれども、その海の方までこうやってじわ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 持ってきたっていうことなんですよね。で、このモアイはですね、まあ、10世紀頃ですかね、
に、南方ポリネシア系の長耳族という人たちが作り始めたそうなんです、ね。で、その後、南米の方から、まあ最初はこのミュージックとかからやってきた人たちが住んでいたんだけれども、まあその後ですね、南米の方から、今度短耳族というね、方々が移住してきて、で、最初はね、仲良く暮らしていたんだけれども、まあだんだん、どうやら食料がね、なくなっていったそうなんですよね。まあ非常に小さい島なのでね。ということで食料がなくなってきたからか、まあ部族間で争うことが起きてきて、で、その時にお互いのモアイをね、倒し合うフリモアイ、まあ、モアイを倒し合うことで戦う、そんなことがね、起こっていたそうなんですよ。で、倒されたのがこんな感じで。今ね、モアイって全部こうやって立っているんですけれども、実はこれ発見された時っていうのは、ほとんどがこうやって前にね、ガスッと倒れていたそうなんですよ。からまあこの状態がほぼデフォルトだ。でなんだけれども、まあちょっとこのままだとね、ちょっと良くないねということで、まあほとんどね昔倒れていたんですけれども、実はこれ日本もね協力して立たせていまして、今度はもう終わってしまうんですけれども、世界不思議発見っていうね番組ありますよね。いつだったかな ?1980 何年かなぐらいなんですけれども、まあ、テレビ、この世界不思議発見で、今、モアイがね、全部倒れていて、こうやって戻したいんだけれども、戻すためのクレーンがないんですよっていう話を、この不思議発見でテレビで放送したそうなんですね。で、そしたらですね、その四国のクレーンメーカーの田野さんっていうところが、たまたま見ていて、で、すごいたくさんのですね、このクレーンを、送ってくれたそうなんですよね。で、これによって、このモアイが全部立ったというお話でございます。で、これですね。これがとても有名な15体のね、モアイが、ブーンと、これは机飛んでるんですけど、並んでいるアフトゥンガリキっていうところなんですけれども、まさにここですね。ここが四国のメーカーの多田野さんが、全部直してくれたところとして有名なところです。で、ここが本当に有名な、ベスト写真スポットでございまして、まあ、みんなこうやって、まあ、15体あるのに並んで、16体目にモアイになったよとかね、あと、まだ若かったんで、ジャンプしてたりとかね、そんな、写真がね、やっぱりモアイ楽しいですよね、ほんとね。まあ、これだけのものがあると、みんな写真を撮ったりしてね、楽しんでいたような記憶がございます。はい、というわけでですね、いろいろご紹介してきましたけれども、すいません、まだもう一つ終わらないんですけれども、ここからはですね、世界遺産検定のね、お話をさせていただきたいと思います。皆様お手元にチラシですね、カラーのチラシがございますかと思いますけれども、そちらの方をご覧になりながら、お聞きいただけます。幸いでございます。次回の世界遺産検定、世界遺産面白いなと今思っていただけた方にですね、ぜひ試していただきたいのが世界遺産検定でございます。今年の7月ですね、7月の今回7日、七夕の日に検定ございます。ぜひこちらにチャレンジしていただけますと嬉しいです。で、検定はですね、まあ、こんな感じで4級、3級、2級、準1級、1級マイスターとあります。で、皆様にですね、おすすめしたいのは、まず3級を取っていただいて、で、その次のタイミングで2級を取っていただくという、まあそういったね、スケジュールをおすすめしてございます。で、3級と2級ってね、まあどんなレベルの資格かと言いますと、基本的にですね、まあ、全部の級なんですけれども、先ほどお話したユネスコとか、まあそういうのが世界遺産の基礎に当たる部分なんですけど、それは全部出題範囲です。で、日本の世界遺産25件。それもね、全部出題範囲でございます。で、変わってくるのは、世界の世界遺産の数でございまして、4級はね、非常に少ないんですよ。で、3級になると、まあ、主要な世界遺産100件が入ってきます。で、2級になると、今度それが300件になります。で、最近ですね、今年の7月検定から新しく仲間入りしたこの準1級というのがございまして、こちらは700件になります。そして1級になると1199件、これ全部ということになります。で、最後、マイスター。これはですね、記述とかもあるね。まあ、世界遺産の保護とか保全に関する考え方をちょっと論述するみたいなね、そんな資格になってございます。で、大体検定にかかる期間としましては、3級がですね、どれかな ?3 級だと大体2週間から1ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月ぐらいの方もいますかね。で、2級になってくると、300件となるとね、結構大変ですので、まあ大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいとなります。ただこれはですね、非常に世界史に詳しいとかね、まあそういう方ですと、割とあっという間にね、サクサクっと取ってしまう方もいらっしゃるので、まあちょっと、人にね、よるかなというところはございます。
はい。で、まあ、認定率はね、こんな感じになってございまして、だいたい3級だと7割ぐらい。で、2級ですと、だいたいまあ、6割弱ぐらいですかね、の方に合格していただいております。ただですね、こちらはですね、学生さんとかね、大学生とかも含めた数なので、私の感覚では、社会人の方はね、もっと合格率高いね、印象を受けますね。私、社会人向けの講座なんかもやったりしてるんですけれども、もう皆さんですね、非常に熱心に勉強されていまして、まあ、単語カードに書いてきたりとかね、で、あるいは地図をね、買ってきて、結構大きな地図買ってきて、そこに全部、シールを貼って勉強されていたりとか、非常に楽しみながら工夫されてる、勉強されてる方が多くて、結構私がサポートした方はですね、ほぼほぼ合格をしている印象を受けております。まあ、こちら、学生もね、含めた数でございます。で、世界遺産検定はですね、3級、2級に関してはもうすべてマークシートです。まあ、検定はね、1級までは全部マークシートです。マイスターだけが記述ですね。そこまでは全部4択でございます。まあ、なので、そんなに難しい中国の漢字が書けなきゃとかね、あと、まあ、お寺の名前とかを書いたりする必要はございません。で、非常にですね、まあ、大きな特徴としましては、傾向と対策が大変取りやすい資格となっております。例えば3級なんかで見ていただきますと、まあ、基礎の部分ですね。基礎の部分が25%。まあ、この基礎っていうのは、そのユネスコとか世界遺産条約の特徴とか、その辺でございますね。その辺をしっかりやってもらえると25点取れますよと。で、この水色の部分。これが日本の世界遺産。もうこれ日本の世界遺産はね、これ25件なんですけど、これもほぼほぼ出題されますので、これはもうきちんとね、全部勉強していただいた方がいいと思います。山とかね、書けない方がいいと思います。で、その基礎と日本をしっかりもうやっていただくと、これだけでも55点で、で、認定がですね、100点満点で60点から合格なんですよね。まあ、なので、ここでしっかりと取れれば、割と世界ではね、ちょっと得意なところをやっとけば、まあ、なんとかなるかなというね、感じでございます。まあ、なので、まあ、絞ってね、勉強ができるっていうのが特徴でございます。はい。というわけでね、世界遺産ぜひ学んでいただきたいなというふうに思っております。まあ、メリットとしましてはね、非常に体系的に学べるというのもね、大きいかと思います。まあ、皆さん、世界遺産のね、勉強したいなって思われてる方多いと思うんですけれども、特にね、南米の世界遺産の勉強ってね、結構書籍とかもなかなかなかったりして、意外と難しいと思うんですよね。例えば、イタリアの世界遺産とかであればね、まあ、塩野七海さんの本を読むとか、そういういろんな方法あると思うんですけれども、なかなか南米となると、ちょっと資料もなかったりすると思うんですけれども、まあ、非常に、検定のテキストは、まんべんなくですね、いろんなジャンルの世界遺産、で、いろんな国の世界遺産というのが載っていますので、非常に体系的に勉強することができます。で、またですね、皆さん、こちらにね、来られてるっていうことは、旅好きの方が非常に多いと思うんですけれども、旅が非常に楽しくなるのではないかと感じております。まあ、旅をする前に、あらかじめ予習をしていくと、まあ、やっぱり訪れた時にね、まあ、ガイドさんにちょっとまた別の質問をしてみたりとかね、あと新たな発見があったりして、非常に実り大きい旅になるのではないかと思います。で、また旅の後ですね、また行ったところを勉強するのも結構楽しいので、あ、あれってああだったんだな、みたいな感じで自分で新たに腹落ちしたりね、したりっていうところがあるので、非常に楽しめるのではないかと思います。で、今回ですね、こちらにご参加いただいた皆様にはですね、割引のキャンペーンコードをご用意してございます。チラシの真ん中にね、ある申し込みコードの 8111M ですね。こちらを申し込むときに入力していただけますと、少し割引の価格でご受験していただくことができます。大体今、700円とかですよね。700円とか、そのぐらい割引になりますので、ぜひ、この機会にお申し込みいただければと思います。あとですね、世界遺産検定の、YouTube ですね。YouTube の方では、検定の、世界遺産の基礎とかをね、まとめた動画だったりとかね、あと、世界の世界遺産の、ことを紹介する動画なんかもありますので、ぜひ、こちらも見てください。まあ、特にね、検定に出そうなところがちゃんと写真とかでね、きちんと YouTube とかで紹介されてますので、こちら受験される方はね、ぜひね、この動画もチェックしとくといいと思います。で、また時事問題とかもね、出題されますので、そういったことは、こちらの Twitter、今の X ですね、X だったり、まあ、インスタだったり、こちらの方からね、フォローしていただいて、情報を取っていっていただければと思います。
はい。というわけでですね、世界遺産を勉強して旅をもっと楽しんでいただきたいということでお届けしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。私の方から以上になります。本日はご清聴ありがとうございました。